はい、第1回、ドリキンゲーム配信始めますが、顔はね、ゲームプレイしてる状況も本当は配信できるようにしたいんですけど、まだちょっと環境がないんで、第1回目ってことで、ご了承くださいという感じなんですけど、今ね、今日は、このゲーム、今画面出てますけど、ブルータルっていうゲームの、を遊びたいと思ってます。なぜならこれね、リリース日が2月9日なんで、もうほんと2日前に出たばっかの最新のゲーム。僕も全然知らなかったんですけど、Steam でなんかゲーム配信するのに、なんか一番こう、ワイワイ楽しめそうなゲームないかなと思って調べてて、今でも一番この、売れてるんじゃないかな。どっかストアで、ストアの本に行って売上上位だったかな。売上上位じゃないか、新作の1位が、人気の新作1位がこのブルータルっていうゲームですね。会社は、なんていう会社なんだろう。ストームクラウドゲームス、ライジングスターゲームスというパブリッシャーで、開発元がストームクラウドゲームスという会社らしくて、まあ多分インディー系だと思うんですけど、の会社のゲーム。で、どういうゲームかっていうと、まあ多分これ見てもらう方が早いんですけど、ローグとかネットハックっていう、もう本当にパソコンが出た当初、まだ 3D グラフィックスどころか、カラーもまともに使えないような、ターミナルでパソコンをいじってったような時代に、アスキー文字を使ってこのターミナルの中でゲームをする、ローグとかネットハックとかいうゲームがあったんですよね。で、それを、現代風に作り直したのがこのブルータルっていうゲームらしいです。知ってますかね、ローグとかネットハックとか。僕もね、正直あんまり詳しくないんで、その時代のゲームはちょっとリアルタイムではないんですけど、ただ存在はもちろん知ってるし、ちょっと遊んだことはあったんで、まあなんとなく、内容はイメージはつくんですけど、で、このスクショとか見てもらうと分かるんですけど、だからキャラとかは全部そのアスキーアートで再現されてるような世界なんだけど、実際には 3D グラフィックスでできてるというやつで、結構評判が高い、おすすめしかないんで、非常にいいんですよ。なのでこれをちょっとやってみようかなと。お、そうそうそう、あとね、ライブストリーミングやってみたかった理由の一つが、このスーパーチャットっていう機能が YouTube に搭載されて、なんか結構これ、なんていうか、非常にえげつない機能なんですけど、チャットにこう投げ銭すると、そのチャットのログがこう滞在するんですよね、画面に。僕がこう今配信者画面で見てると、そこのチャットだけすごいこうマーキングされて、で、チャットのログがね、流れない。ちゃんとそこに残ったある時定一定時期残ってるから、こうゲーム中にいろいろ熱中しててチャットのログを見逃しても、そのログはちゃんと見逃さないみたいな機能ですね。なのでちょっとゲームぜひ、面白いと思ったらそちらの方も、応援していただければと思います。すげえこれ、そう、最大3万円投入できるんだって。すごいな。3万円ウェルカムです。そしたら、だいぶ散財できるんで、その分ガジェットレビューができるようになります。ということで、まあ、ちょっと一旦、まあ、前置き長くなりましたが、じゃあ早速ゲームを始めてみようと思います。ちょっとだけ練習したんですけど、でもこれ基本的に毎回ランダムでマップ作って、毎回自動生成された、
ランダムマップから遊ぶっていうゲームなんで、まあ、最初からやろうと思います。ちゃんとね、日本語化されてますよ。日本語のフォントが微妙だけど。で、どこまでいけるかがまだわかんないですけど、結構ロード長いな。音のゲームの音のバランスとかどうですかね。BGM と音量のバランスがもし悪かったら教えてください。ということで、このシングルモードで、新しいダンジョン でこのキャラを見て分かると思うんですけど、縦がアットマークになっていて、この体もよく見るとアスキーアートでできているです。で、レンジャーとキャラは、レンジャーとアマゾンっていう女性キャラと、ウォーリアっていう、まあ、まあ戦士のキャラ、ヒーローとメイジのキャラがいます。さあ、どれがいいですか。まあ女性キャラの方がいいですかね。このアマゾンにしますか。アマゾンでスタートすると、これでダンジョンの中に入って、なんか26階だか7階だかある。で、そう、これがまさに、オリジナルの、ローグとかの画面に近いんですけど、こんな感じで毎回ランダムに生成された、マップに、降りてきて、そこでゲームをする。ただこのゲームの厳しいところは、そのローグ譲りの厳しいところは、基本一発死亡です。一回死んだらもう終わりみたいな感じなんで、結構、慎重にやらないとダメです。で、右上に、Amazon インジケーターがあって、今はこの Amazon ってキャラでレベル1で、で一番赤いバーがこれ体力で、次の下のやつはよくわかんないけど、3番目の、細い方の赤いバーが、お腹の減り具合だから、このお腹の減り具合と体力を両方バランスして、キープしてないとダメみたい。僕もこの日本語本当嫌いじゃないですけどね。で、2番目の青いやつは多分なんか魔法的なやつかな。あ、そうかも。今使っちゃったけど。で、操作としては、操作すごい単純で、 A ボタンでジャンプと X ボタンで攻撃で、連続して攻撃するとコンボみたいな感じになって、こんな感じで攻撃して、まあ、基本それで、あと、左トリガーで防御ができる。防御がなんか結構重要らしいですけど、で、右危ねで、アイテムとかは Y ボタンで取る。今ピザを取ったんで、とりあえずお腹空いたら、ピザで回復できる。で、アイテム系はなんかいきなり出てきた。鍵もね、アスキーですよ。ドルドルなんたらみたいな感じになってて、で、何でもこういうのは壊せるから、とりあえず経験値が取れるんで、何でも壊しとくのがいいみたいで、あと、メニューボタンを押すとこういう感じで俯瞰で今マップが見れるんで、今こういうマップですね。こっからどんどん進んでって、ダンジョンを掘り下げるというゲームです。じゃあ、だいたい基本操作は説明したんで、 あと、L1 とか L トリガーが防御なんだけど、 R トリガーで盾を投げてブーメランみたいにして攻撃ができる。これで、ね、結構重要なんですよ。で、 LR を同時押すと、こういう感じでなんか特殊攻撃ができるんだけど、青いバーが一気に減ったから、これは多分この右上の2本目の青いバーを貯めて使うっていう技ですね。じゃあ早速鍵を使っていきます。さっき練習したのに、もうなんかいろんなゲーム途中でやったらやり方忘れてきた。さあ、あれが敵で、なんか防御が非常に重要だという話でした。で、どんどん、もう本当にないですよ、1機しかないから、
慎重にやらなきゃいけないんですよ。でこれ今弓矢のアイテム取ったんですけど、これ決して取ったからっていきなり弓矢が使えるわけじゃなくて、レシピっていうのが画面の真ん中に読めるかな、なんか CEJK とか書いたんですけど、マップ上にアルファベットの、なんかアイテムみたいなのがいっぱい転がってるんで、この武器を作るには CEJK 全部揃えないと使えない。敵が出てきますね。なんかでこう今 M があるでしょ、で M 取るとか、こうどん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 このアルファベット、今 O を取った、そうすると画面の下に、アルファベットがどんどん追加されていくと思うんですけど、このアルファベットを貯めていって武器とかを、生成するとか、あと、いろいろね、これこれね、ああいう感じで結構ね、最初ずっと気づかなかったんですけど、ああいう壊すと爆発する系のものがあるんで、注意しないといけないっていう、かなりこれ面白いですよ。じゃあで、あとはもう着々とこうマップを、またこの嫌なところにあるけど、でね、最初はね、武器は素手と松明しかないんですよ。あ、今 H 取った。で、これゾンビキャラなんだけど、ゾンビはね、こう倒してもすぐ復活するんですよね。そういう感じでいくらやってもね、復活してくるんだ。だからゾンビを倒すには、松明を使って、燃やさないといけないんだけど、僕松明のこの火を全部さっき壊しちゃったかな。今これで松明を、火をつけて、この松明を使ってゾンビを倒すと復活しないで、ゾンビが全部消えるという、そういう機能になっております。ちょっとこれ取りたいな、これを。やばい、あ、特にペナルティーはなかった。これ落ちて、あ、鎧が出てきました。こういう武器も全部、防具もランダムで出てくるんで、運の要素も結構あるみたいですね。ちょっと防御力が上がる。さあ、まだまだこの序盤でじわじわ、もうそろそろペース上げていった方がいいですよね。なんか質問なり、ここ解説してとかいうのもあれば、結構。おー、危ない。魚をゲット、コメントください、ね。で今ね、こう防御した時に大きな、ゲージが出たと思うんですけど、タイミングよく防御できればノーダメージで、敵の攻撃を防げるんだけど、ただ防御をしっぱなしにしてると地味にダメージは食らうみたい。だからこうタイミングを見てうまくやる。地味にね、あ、でここにね、なんか神に貢ぎ物をする場所らしい。あんまりこれよく分かってないんだけど、なんかいっぱいお金を神に貢ぎ物すると、一応一気増えるみたいな状況ができるらしい。1080 60フレームで配信してる。あ、やばい、これまたほら、こう爆発するから、ああいうのはブーメランで壊さないといけないんだけど、どうもね、勢いで壊してしまう。学習能力のないゲームプレイをずっとしていましたが、さあこいつがまたなんかネズミみたいなやつがやらしくて、弱いんだけどなんか掴んでくるんですよね。掴まれるとじわじわ体力取られる。で繰り返しますが、これ基本一気で死んだら一から全部やり直しゲーなんで、命は大事に。こう掴まれるとね、めんどくさいんで。何の CM？ Go モバイルって何ですか？なんだ？これなんだ？あ、掴まれたらジャンプして逃げる。これなんだろう？敵だったのか？
じ？こういう樽とかどのくらい真面目に壊し続ければいいのかな、謎ですけどね。やばい、空腹メーターがゼロの餓死寸前になると、空腹時はスペシャルムーブと魔のリチャージさ速度が下がるからご飯を食べろと。なんでピザを食べて魚を食べて、だいぶお腹が復活した。そう、なんか全然ゲージ見てなかった。今はこっちは夜の9時20分です。日本は午後2時ぐらいですよね。なんかマップが全然違うな、さっき遊んでたんだけど。これ落ちたら多分即死なんだよな。まだね、全然敵は弱いんであれなんだけど、あれが即死が辛いって言ってたやつなんだな。まあ、完全な防御でダメージ食らわなかったはず。対戦はできないんじゃないかな、これ協力信頼って。もこのゲームはひたすらなんか26回とかあるダンジョンの最後のドラゴンかなんかを倒すゲームで、昔あったローグみたいな、ローグとかいうゲームの現代版オマージュみたいなやつで、対戦とかはないんじゃないかな。そう、冒頭にね、一通り説明してたんですけど、で毎回こう自動生成されたマップの上で、戦ってるんで、こういうマップの上を、探索してるんで、ランダムで何度も楽しめるっていうやつなんですけど、基本1回死んだら終わりなんで、結構慎重に遊ばないと、なんか適当にしてると大変なことになるという。グローブゲット。さあ、あ、そうだ、ここにゲームのタイトルを YouTube のやつ書いておかないといけないですよね。なんだっけ、このゲームの名前出てこなくなっちゃった。ブルータルだっけ、ブルータルかな、ブルータル、これかな、違うかな、ブルータルなんだけど、ブルータルってなんかブルータルレジェンドなのかな、そんなんじゃないの。なんか YouTube が勝手にゲームの名前を保管しようとするからな、ちょっとやめとこう。よくわかんない、食べ物が重要。ちょっと再開しますが、食べ物重要、ちょっとお腹空いてきてる様子だったら教えてください。あ、撮ってなかった、えい。行ってないのはこっちですね。こっちに行って、あのネズミがいっぱい出てきた。あ、でこのこういう下に入るとフロアが変わって、多分これで一面クリア的な感じなんだけど。全部探索してないけど、上の白いゲージ何なんだろうな。あ、確かにそれアーマーっぽいですね。うん、多分アーマーなんじゃないかな。ちょっとお腹が空いてきた気がする。お、これいいやつ使っちゃったな。これで一発即死だっていうのをみんななんか結構文句言ってた気がするから、そこだけ気をつけたい。さあ、結構ね防御、あ、よかった、こっち来といて EV ゲットできた、重要ですね。やっぱり一通り回ってから次の面に行った方がいい気がする。さあ、またゾンビはこの松明で、松明使わないと復活しちゃうんで、
タイマーズを使って壊す。ここは壊せんの？これ何なんだ？ C もあった。 C ゲット。これだいぶアイテムで D もいた。あ、やばい、ゾンビなんで。あ、ゾンビは復活しちゃうので危ない。レベルが上がりました。レベル上がって、でこういうやつがなんか燃えやすいから、えい、あれ遠目からブーメランで壊したはずなのに近すぎて、結構ね威力が強くて、あの被害を食らうんですよね。なんか当たりまくるんで。食べ物や温泉使って上の衝撃じゃ、まあ、メタルギアではないんです。ホラーゲームの表情で、ちょっとカメラは環境はちょっと考えます。今日はちょっとまだ、お、なんか檻に火が入って、どうやったら出てくるんだろう。ここをこれまた絶対爆発する系だから、どうも出ます。今度は食らわなかった。ここだな、これを押すと出てきて、まだ敵はね全然弱いから、敵で死ぬってことはほぼないんですけど、下の階にねどんどん行くと多分強くなってくるんですよね。爆風って確かにやろうと思えば、ね、ワイプで多分ね自分写しできるはずなんですよ。それをやりたい。もうなんかすげえいっぱいアイテムある。結構マップ深かったんだな。こっちのゴールが見えてたけど行かないで全然良かった。あのまま行ってたらこのアイテム全部取れずじまいだったと考えるとゾッとしますね。なんか武器が作れるようになってそうな気がする。弓矢、あ、ここに今この家すげえ画面ちっちゃくて見にくいかもしれないですけど、レシピのところでこの弓矢のところは C と E とはもうゲットしたんだけど、 J と K がないからまだ作れないけど、この槍みたいなやつは DGOV があればできて、 DGOV 全部ゲットできたんで、これで武器が制作できる。でこれで弓が作れて、弓じゃないや、斧的な槍的なものが作れて、でさらにこのエンチャントってやつで属性をね作れるんですよ。こう火の属性とか何とかの属性とかだけど、まあそれもアルファベットが必要で、今何も持ってないからさすがにそれはできないんだけど、ただ、装備することはできた。で武器が1個増えた。確かに LED ダンスのパフォーマンスのあれみたい。これグラフィックス僕結構好きなんですよね。かっこいい。 UN ゲット。よし、結構いい感じ。お、大量のピザ。ネズミうざい。はい、さあこれで、これもこのフロアは完全コンプリートしたから、さっきの、次のフロアに行く穴に行って次の面に行きます。まだ緊迫感ゼロだけど、危ねえ。
さあ、じゃあクリア、えい、おう、フルコンプリート。でもここだけでもう15分かかってるっていう。さあ、おお、なんかまたかっこいい馬が出てきましたが、何でも壊せるって、ライブにまで手を出してしまいました。ゲーム実況ライブに。もうお腹が空いてきた。これまた壊れんじゃないの、遠目から、えい、もう危ない。 D ゲット。結構ね、建て替えてくるの時間かかるんですよ。来た来た、だんだん敵のバリエーションがね、どんどん増えてくるんです。まだまだまだですけど、はい、さあ、やばい、やばい、いきなりめっちゃすごいのが、なんか序盤のはずなのにいきなりごっついのが出てきたな。でも何、自爆して終わるキャラか。あ、エンチャントできる。すごい、みんなの方が詳しいですね。先にちょっとピザを食べつつ、魚を食べつつ、これなんだろう、これ何、戦闘中にくり抜かれた目は今でも突き刺すような視線とともに光っている。これで、あ、これで、なんだろう、これ風的なものかな、あれ、属性がつけれるようになった。氷か、氷が、氷の属性ができて 25% の確率で敵を凍らせられるらしい。おお、かっこいい、だいぶかっこよくなった。さあ、じゃあ引き続きいきます。ピザピザで、で、じゃあこの落ちるのだけは注意という。あぶね、あぶね、これいる、落ちるギミック、これ寝てんのかな。あっ、終了。で、これでもう全部やり直し。ひどい。さすが鬼ゲー。あー、これがみんなが文句言ってた落ちるのがシビアすぎるってやつか。ひどいな。どっから始まるんだろう。あ、もう本当にゼロだ。終了。終了でございます。今までの、苦労は、20分ぐらいの苦労は全部ゼロになったんで、また1から開始です。この、あ、やばい、2段ジャンプはできる気がする。2段ジャンプはできますよ。なんか下に敵強いし、いきなり。なんかさっきより難しくなってないなっていう。よし、もうゲームの基本説明は終わったんで、もうこっからガンガンいきますよ。
がね結構いいですよ。よし、なんかね防御はねかなり早めで、武器を構えるとあのダメージ食らわない、完璧防御になるっぽい。あの武器がよくある武器が当たるタイミングで防御するとかじゃなくて、むしろワンアクション早めに、盾を構えるのがポイントみたいな。で絶対これまたやばいでしょ。ここら辺からならいけるかな。レベルも全部戻ってんのか、鬼だなまさに。この辺で今もだいぶ前から構えてたんだけど、あのくらいで防御がバッチリできる。さあレベル上がりました。つってもまだだいぶ、あやばい、ついねついああなってしまうんですよね。さあ G ゲット。おやばい、なんか踏んでしまった。これあの序盤すぎて面白くないな、見てるか。ちょっと初回なんで感じしてみよう。そしてこの辺がつながってそう。なんかさっきとマップ一緒なんじゃない？あ、死んでも同じセッションだとマップ自体は一緒なのかな。そんな気がしてきた。違うな。まだこれ。まだこれ。なんかしかも海に変なのがいる。なんだったの。おう。これつまんない。確かにゲームマシンが欲しくなる。このゲームダメ？結構面白いと思ったんだけどな。序盤すぎてダメなのかな。なんか泳いでるやつが相当ヤバそう。映像が地味だからかな。結構厳選してこれいいと思ったんだけど。ゲーム配信向きゲームだとすごい思ったんだけど、あーそっち系の方がいいんですね皆さん。じゃあ次回はなかなか難しいですね。これがまた好みが結構あるからね。こういうねこれ系が全部すごい勢いで連鎖爆発するんで。あでも神様にお金をこういっぱい渡すと
献上すると、えい献上で神々を侮辱でしまったのでライフが獲得できなかったっていう、こうこれはまた鬼なね、なんかただお金が全部なくなったっていう散財ですよ、散財、完璧な散財をしてしまった。やばい、すごいお腹空いてるじゃない。これで食べて、でかつ剣が作れる、剣が作れる、お初めてこれ剣あよかった、台座の上あ台座の上に乗ったからいけないのかな。よかった、面白いと言っていただければ、続けられる甲斐があります。そしてエンチャントできるものはまださすがにないから、あ装備装備装備はして、この武器いいな、これかっこいいな。あ結構振りが遅いんだ、さっきのに比べると。あここがゴールですね、ゴールっていうか、でもさっきの経験上やっぱり結構くまなく見ないと、いろいろハードはね PC です、 PC Steam で、 Steam でやっております。 Steam で、おやっぱりなんかチャットの流れが急に速くなってきた。そう、ローグとかをモチーフにして今風にしたゲームらしいです。なので結構おっさん方風かなと思って選んだんだけど、こっちか、結構遠い。さっきね一回もうこれ一回死んだらセーブできないんで、一回落ちて即死しました。お剣いいね、早い、動きがいいです。お LF いい、すごいファイト、アルファベットがある。ここはどうやって置いてるの、ハンマー的な。基本この手のゲーム刀派なんですよね。一応防御できるっぽいけど、これ多分防御力相当弱いと思う。盾を投げてる間の防御はただの手でガードしてるだけなんで、ちょっと弱いか。これでもうこのフロアはコンプリートしたような気がする。これはもうクリアでしょ。これでじゃあ今度こそ、もう20何フロアあるらしいから、このペースでやってると一生終わんない気がするんで、サクサク行きたいんだけど結構難しい。合ってるよね。さあこっちは、これで次のフロアに移動。あでもさっきの、さっき今回コンプリートだけど、今度8分59だから時間がだいぶ短縮されてます。これでも一応最新作ですからね、2日前に発売されたばかりの2017年の最新ゲームですから、ね、そこはお間違いなく。おおなんだこれ、これは単純にこの時に抜けた。あれだ、ああそうか、こいつ火の属性持ってるから結構火食らうんだな。おこいつとかどうやって、そのコンセプトの読みがない、ひどい
自爆系やめてほしい。なんだこいつ。序盤から自爆系でガンガン攻めてくるのやめてほしいです。あ、やばいやばい、これもダメなのか、火もダメなのか、危険だな。で、これあれでしょう、ダメ系でしょう。えい、やばいやばい、えい、あの爆風でなんか敵を倒した試しがないね。相当うざい、あ、体力、体力はまだいけるでしょう。もうなんか ポーションを調合する原料が揃った。あ、なんかポーション調合してどんどんこう生きながらえていくんですよ。イメージ的にはこっちの方が見た目が地味、見た目地味、そうかな、結構見た目トロンみたいで好きなんですけど。またこれか、多分ね、もうちょっとするとすげえ派手な敵とか出てくる。怖いけど、やばい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 、これ防ぎようがないんですけど、あれはどうやって倒せばいいの。いや、弓とかがないダメなのかな。これもまた嫌な感じだ。こちらは10時にもうちょいになろうとしてます。夜よし、見た目がこれ一応 1080 の60フレームで配信してるんで、画質設定を変えて、調整してもらえるときっと、ほぼ同じようなグラフィックスで見れるはずです。地味にうざい。もうなんかガツガツで、これがまた鬼門の、さあ、ね、名前がね、ブルータルっていうゲームです。ブルータルっていうゲーム、ローグとかネットハックを、あ、やばい、ちょっと食べ物、あ、これすごい、肉やっぱりすごいな、一気に全部回復する。体力まずいコメントを見逃しがちだな。あ、やばい、凍らされた。急に敵が敵らしくなってきた。危ない、さっき来たところじゃん。あ、こっからそうなんだ。もうちょい声のバランス、声がね、このゲーム中にゲームしてるとね、なんかボソボソ喋ってしまうっていう、単純に僕の何故ハゲる。こっちがまだ未開拓だから、
きます。これでなんか調子に乗ってると崖に落ちて一発終了ですよ。これさあなんか鎧ゲット。車のゲームのさっきのゲームしてもゲームしてないんだけど、あ、こいつよ、やばいやばい、一緒に落ちちゃった。あ、よくできてる。ちゃんと落ちた敵も火にダメージ食らってるから、あそこに落としてたらじわじわダメージ食らってちゃんと死ぬと。あ、これ PS4 版もあるんだ、知らなかった。これよくできてる。しかもなんか11ドルぐらいで結構お買い得で、お、こいつはなかなか、あ、今見ましたけど、すり抜け、またすり抜けて後ろから、急に敵らしくなってきた。またすり抜けて後ろから、お、なんか突然敵のレベルがガチャ押しじゃ倒せないレベルになってきた。結構早いね、難しくなるのが。ここは何なんでしょう。普通にやっても10時間かかる。10時間どうやって死なないで、まあ、セーブはできるのか。これでさっき落ちて一発で終了したから、おー危ね。あ、そうだ、ダブルジャンプできるんだった。ダブルジャンプすればいいだけだった。アホだ、一発ジャンプで行こうとしたのがいけなかった。多分大丈夫、もう次から大丈夫です。ダブルジャンプがあることを思い出しました。いや、よくむしろ一発で行けたな。結構際どいところだったんだけど、ダブルで余裕ですね。学習した、成長しました。まだ開拓してないから、そろそろちょっとゲーム的にも面白くなってくるんじゃないの。3回目くらいの。これはいまいちよくわかんないんだよな。これを多分こうか、これで、あ、これで確かに来た来た来た、実績が解除されました。お茶だいぶ慣れてきたような気がします。危ね危ね危ね。二段ジャンプを覚えました。なんか急に敵が強くやばいやばいよ。なんかあのエンチャント持ってるから敵が、なんかそれでやられるな。やばいんじゃないですか、そろそろ。ちょっと神様に今度は台に乗らずに献上、 1000ドル献上。お、プラスライフ1。これがあのライフゲージの左にあるやつが、これで命が一気増えたんだ。すごい、やっぱ現代ゲームだからちょっとそこにゆとりがあって一気増やせる。これでさっきみたいな一発で最初に戻されることはなくなったけど、まあでも一気増えただけなんで、それでやっぱりちょっとずつセーブして10時間でなんとかクリアするのかな。相当根気がいるな。さあ言っても鬼門怖い。はい、来た。だいたい1フロア10分弱かかんのか。
ね、丁寧に実はやらなくてもいいのかな、あの壊し続けなくても無断で来たら。でも結構いろいろアイテムがやっぱりこの壊れた中から出てくるからな、なんか向こうにすごい敵が。あれ、これは全部地味に壊すゲームっぽいな。これまた燃えるでしょ。ほら、さすがに騙されないという。これはね、レーザーコアじゃなくて、ゲーミング、あの自作のデスクトップです。さあ、こいつも来た。ガードしても炎だからダメなんだ。火の、あ、やばい、これ絶対危ないよね。火の属性で、あ、だからあの本当は氷をやれば外からあいつを倒せば一発で倒せたはずなんだ。フォント多分意識してますよね、ちゃんと狙ってる。ふう、なんか嫌な音がしますが、あれ、こういうのも、こいつら系が立ち悪いんだよな。こういうのをなんか相手いて、なんだここにひどい。こういうのどうしたらいいんだろう。ああいうの系はなんかガードしても変なエンチャントの属性でダメージ食らうから、それをなんか防ぐ方法を考えないといけないっぽい。変な、わ、地味にネズミがうまいし、さあどっち、どっち、あ、いいか、手っ取り早い。え、鍵ないの、そもそも鍵がない。早く弓矢が欲しい。弓矢が重要な気がしてきたんですよね。お、なんか入って、なんだこいつ、やばい、普通に殺されて終わる気がしてきた。これさあ、命が、こいつがすげえ硬いんだよ。ここの下から狙えばよかったらしい。実況初めてなんで、そんな、求められないでください。まだ体力回復、入る。さあ、鍵取ったから、今回っていうか、なんか武器作れんじゃん。全然ここら辺も、これも作れる。もうこれかっこいいじゃないですか、すごい。
そしてエンチャントで、エンチャントもいける。炎あ、いけない。エンチャントはいけない。こっちも作れる。あ、海敵は弓敵は上下に打てないんだ。あ、これエンチャント作れるよ。これで氷、氷、あれ、氷属性のコンボができた。おお、かっこいい。これ派手なんじゃないですか。これを装置、おお、いけてる。おお、強い。いきなり凍らせれるっていう。これだいぶ派手になってきたんじゃない。あ、やばい、やってしまった。分かっているのに、もうなんか条件反射で操作してしまった。これはかっこいい。これまたなんか変な、えい、おお、強い。裏で回り込んでの強い、だいぶ強い。やばいやばい、あ、やばいやばい。やばいやばい、死ぬじゃん。危なかった。危ね、今めっちゃ危なかった。これ帰ってきた。これさあ、なんかできんのかな。この変なちっちゃいのがいて、これで、えい、あれ結構見せ場だった。あと一度で、これ、えい、あれ、これダメなんだ。これなんなんだ。この奥にドアあるんだけど、どうやって行けばいいんだろう。行きようがないけど、あそこに。ただスキルしかないのかな。バイバイ。ただ無理やり力技で抜けたけど、正しいやり方で。背中に回り込んでの攻撃を覚えたよ。タイミングなんだ。あ、タイミングがじわじわ出てない時に行けばいいのか。確かにそれはあったかもしれない。弓がね、なんか矢はいっぱい出てくるのに、そもそも弓が出てこないから全然弓が使える気配がないんだけど。じゃあこれでどっかで収まる時が来る。こんな時が、はい、いけました。また学習しました。よし、危ない、危ない。今日完全に落ちてた。これどうしたらいいんだろう。もうあの端にいるんですけど、今相当やばかった。完全にやばかった。ちょっと弓がないの辛いに不利なんですけど、どうしたらいいんだろうな。
エンチャントできないのかな。まだ。何もないもんね。なんか配合とかした方がいいのか。今相当やばかった。盾？盾で、あ、爆風と盾で向こう側を倒せばいいんですね。なるほど。だいぶ空き瓶があるから相当なんでも作れる。でもこれなんかさっきちらっとレビューの読んでたらなんか結構ポーションなんかマイナスの要素が多いからあんまり当てにすんなみたいな書いてあったけど、試しにじゃあこのオレンジポーション飲んでみるか。飲んでみると吸血鬼の呪いポーション何これ。え、単にダメージがどんどん受けるっていうだけ。もしかして、あ、これでなんだったんだ吸血鬼の呪いポーションは。これでここを狙えばいいのかな。よし、危ないよな。戦ったあの勢いで勇み足落ちしそう。あっ、なんだこれ、強っ、硬っ。ただ早く弓矢を、うわっ、もう危ない。これまたあれじゃないですか。えい、これ系でどんどん敵に使わないともったいないですね。ただ単に無駄爆発させてるだけだから、僕の場合。ゴッドまた侮辱して怒りを買ってしまった。300ドルぐらいじゃ神様、あった神様何もしてくれないってことだな。1000ぐらいまで貯めてからお金使わないと、何もしてくれない。これはただポーションかい、しょぼすぎる。寄付しても何もしてくれない神様。アーマーが、あ、このなんか弓、あ、何も出てこないし、ひどい。あんな大げさな宝箱に入ってない、ないっていう期待外れ。アーマーが減るとどうなるんだろう。もう一気に体力がガンガン減るようになるのかな。まあ、そういうことだよね。
崖がすごい、もう崖で死ぬパターンが一番多いんじゃないかっていう感じだな。崖が危険すぎる。危ない。これがまた燃える系。おーおー出た。コンプリートしたのかな。あ、実はコンプリートしたから 100% ですね。あ、1個だけアイテム取りそびれてるけど、今回11分かかってる。ついに4階まで来ました。こんにちは、こんにちはです。初めてのゲーム実況なんで、こうまったり実況してますが、よろしくお願いします。よいしょ。なんか結構ね硬いんだよね。なんか防御がねしっかりしてるんだよね、敵が。で防御をなんか回り込む、ガードしながらジャンプする、方向攻撃をしながらジャンプすると、いろいろアクションがこう後ろに引いたりとか横に逃げたりとか、あ、これで回り込むんだ。あ、これいいの。あ、これいける。あ、そうなんだ。このゲームもう PS4 だったらもう去年出てたゲームだったんだ。全然新作ではなかった。全然知らなかった。嫌な予感しかしない。あ、すごい味方同士。味方打ちもできる。素晴らしい、フェアなゲーム。さすが一発で終了させるだけのことはある。ちゃんとこの敵の矢が宝箱で箱壊してくれるんだったら中身をちゃんと入れといて。あ、凍らされた。なんかまだこの盛り上がりのペースがないですよね。なんか来んのかな、この盛り上がるシーンが。どういうゲームを今後実況していったらいいのかっていうのは、なんかアドバイスをいただきたいかもしれない。何がいいですかね。あのシナリオ系とかの方がいいのかな。あのバイオハザードにしてもそうですけど、なんか僕はなんかこうむしろこういうアクション系の方が、あのマイクラ的なというか。あー、やっちゃったよ、条件反射的に。あのいいのかなと思ったんだけど、意外とあのトリプル A タイトル的なストーリーものの方が見て面白いのかな。危ない。これも、お、なんかすっごいかっこいいドアがある。凍ってて、このドアはフローズンの武器が必要だ。あるよ、フローズン。えい。おー。結構、あーって、条件、やばい。条件反射でね、壊しちゃうことが、我ながら学習能力ゼロだけど。謎解きゲーム。ウォッチドッグ、まあ、ウォッチドッグはちょっと次回やりたいな。僕のウォッチドッグ謎解きゲー、キーボードパッドです。パッドでやってます。 Xbox の。えい。死には効率強いでしょ。えい。この武器の方が全然強かった。なんで俺刀、エンチャント属性持ってる武器持ってたの、わざわざあの刀で戦ってたんだろう。もうこの両サイド、あれか。
罠か。危険。謎解き系、これはすごい。イングリッシュスピーカーはいないんじゃないかな。対戦ゲーム、ジェンジさんがいればストリートファイターできたんだけど、でもストリートファイターはね、喋ってられないんですよね。VR をしている僕の姿配信なんかゲーム配信じゃなくなってる気がする。しかもそれなんか出落ちでしょ。よし、あ、なんかだんだんごつくなってきましたよ。言っても面白くなってきたんじゃないですか。ダメ？全然わかりません。全然わかりませんっていう日本語がめっちゃうまいカール・ジョンさん。面白いんです。面白いって言っていただけるのが本当にこう初めてのゲーム配信者としてはね、嬉しい。おお、なんだこのパズルのような。これもだから落ちたらやばい系でしょ、一発で。おお、すごいな。なんかモンスターの嫌な声が聞こえておりますが、おっ、やべやべやべ。見ました、股の下くぐって、くぐっての後ろからの攻撃。XD、XD ってなんだっけ。なんか、なんか敵がいきなりそこに。ガードをちゃんとしてくるんで、ああそういうことね。ちゃんと戦略を立てて動かないとダメなところはよくできてるかな。いきなり普通のこのなんか大したことなさそうな樽に鍵とか重要なアイテムを出しちゃうっていうところはね。ひどい。あれってちょっと誰かあれの対策You're Japanese good。本当ジャパニーズ、日本語うまいっす。あ、 V が久々にアルファベットゲットした気がするけど、へい、お、また来た。また神様に700ドルしかないんだけど、一気増やせるかな。久々にレベルアップ概念が、久しくレベルアップ。これレベルアップってさっきから言ってるんだけど、全然レベル1なんですけど、なんか間違えてる。あ、もしや、えい、なんかレベル1から全然進化してないわ。あ、
の中に入ればいいのか。あ、それでアーマーをね。確かに水の中に入ってあの爆弾を。来た。ひどい。700ドル払ったのに侮辱したっつってまた怒られた。ひどいなぁ。なんつう鬼ゲーだ。よし、ちょっとそろそろいろいろできるんじゃないかと思うので、エンチャント狙い。エンチャントできないのか、こいつも。なんか全然アルファベット足りないじゃん。あ、これだ。スキルポイント4個も溜まってんのに何もしてなかった。マナのリチャージ、ヒットポイント50、スペシャルムーブのチャージが2スロット増加する、合計3スロット。スペシャルムーブって何。スペシャル払いすぎとかあるの。そうなの。新米アーチャーだから弓矢がないから、まずスペシャルムーブをとりあえず追加してみた。よくわかんないけど、ハンマーがないから、まずとりあえず体力を増やしておくべきだよな。でマナのチャージ、全然分かってない、適当にやってるけど。あ、でもマナっつったって僕あれか、魔法も持ってないから今意味ないんだな。インベントリーとか増やしておいた方がいいのかな。さっき300と合わせたら100。そう、さっきの300と貯めときゃよかった。あの散財属性なんで、あったら全部とりあえず使いたくなるっていうところが出てしまった、我ながら。さあ、じゃあなんか作っとこうかな。レベル上がった。あ、本当に。なんだった。じゃあレベルって、あのレベル上がっても、それを自分で明示的に使わない限り、お、レベルが一気に5まで来た。あれ、レベル上がっても使わない限りは、なんだ、宝の持ち腐れだったの。なんかすごい強くなった気分になるんだけど、そういうこと。なんか足がすごい速くなってませんか。めっちゃ足速くなってる気がするんだけど。なんか足速くなったよね、明らかに。そんなことない。クラッシュ、あぶ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 、うわ、ひどい。そしてここに、じゃあ水に逃げる。あ、ここに逃げるんです。あダメじゃん。全然、あの自爆系自爆系やめてほしい、マジで。ちょっとゲーム性としてどうなの、自爆する、自爆するっていうのは。ちょっともうちょっとゲーム、ひどいよ。意外とね、影響範囲がでかいんですよ。あ、でもそのあれか、お前も邪魔だな。だいぶアルファベット溜まってるんだけどな。これ何？あ、これお金だ。あ、やべ。でもなんかアーマーがもうダメ。アーマーを無駄にしすぎ。もっとアーマーを大切に。あ、やべやべ、なんなのこの子。画面の端からいきなり出てくるからわかんないっちゅうの。
ガードのバックステップか。そういうことね。ちょっと次やってみます。来た来た来た、ガード。あ、じゃこいつ別に自爆しない。おし、あ、今いい。あ、いい、楽ですね。この武器いいですね。確実に凍らせれば、えい、危ない。さあ来たよ。これはあんま、あれ鍵か。こんにちは、ガード、ガードですね。ガードを頑張ってます。ガードで爆風防げんのかな。なんか防げない気がするんだけどな。あの、さっきからここの仰々しい箱の中に何かいいものが入ってた試しがないんだけど、どういうことなんですかね。怖い。一回あそこで即死してるんでトラウマなんですね。さあ来たよ。そろそろこのフロアも終わりじゃないですか。結構順調に進んでる気がする。言っても順調。お、来た、クリアクリア。さあダンジョン4クリア。だんだん時間が伸びてきてんな。まあここもパーフェクトですね。そろそろ弓矢的なものが欲しいですけど、貸し串部屋とかあんのかな。でも一応 100% ってなってますけどね。あー近いか、近いな。アーマーが、アーマーが欲しい。多分今まですごいアーマーに助けられてヒットポイントが結構維持されてるんですよね。ちょっとそろそろできないの、あのエンチャント的なものは。全然ダメですね。エンチャントも全然できない。よいしょ。おお、いきなりかい。凍らすのいいですね。凍らしちゃえばこっちのものみたいな。なんか最近ゾンビ君を見ないな。おっ、火属性には強そうな私の。これはそうか、弓矢に特に。これでアーマーが終わってしまったようか。アーマーゼロ。あ、確かにアーマーゼロになったら急にすげえ勢いで体力減り始めた。これやばいのか。あ、今でもこれ燃えてたからあそこ開けられたのもしかして。今のって、あ、いいのか、氷だから開けられたんですね。よし、ラッキー。これはラッキーじゃないですか。アーマー来たから、なんか、あ、何これ。あ、ここも、マジっすか。これはどうしたらいいんですか。ここもタイミングで、これ絶対絶対あれする感じですよ。火で燃える感じですよ。ほら、全然、おお、やばいやばいやばい。
これはブルータルっていうゲームです。ブルータル、ブルータルっていうなんかローグの、ローグをインスパイアされた現代のゲーム。なぜか体力が一気に全回復した。バグ？すげえ一気に楽になった。危ない。これまた。知ってますよ、これは燃えるっていうことを僕は。やばい、なんか頭に雲が乗っかったまんま盲目、ひどい盲目のポーションだって。視界がひどい。本当に噂通りポーション意味ねえ。ポーション飲んでいいことほとんど起きないって書いてあったけど本当にその通りだった。さっきからポーションで盲目になったり吸血鬼になったり、何のために俺は薬を作ってるんだっていう描写の。あ、ここ壊せんのね。あ、隠し扉的なのかもしれない今のは。あの協力プレイはねローカルでできるみたいですよ。第一アーマー来い、来たでしょ、来た。あれ凍らされた。自分が凍らしたって感じだ。シェイカーってグランドシェイカー、あ、グランドシェイカーのスキルがないと、さっきから僕あの LR 同時押しでなんか必殺技出せるんだけど、一回も今まで出して成功してないんだけど、そもそもこいつはスキルがないとダメなんですね。これか、まさにグランドシェイカー。これがあれば、これでレベル6になって、そうそう、ポーションっていうとね完全に回復すると思い込んでるっていう。よし、これもったいないけどグランドシェイカーやってみようかな。えい、これか。あんまり強そうじゃなかった。なんか出が遅いし、これはあんまり
強そうな気がしないな。ちょっとしょんぼり。やばい。え？消防。消防、まあ転生するんだけど、しょぼい。まさかのここで死ぬとは。完全に油断してた。武器とか一応あるんだ。あ、やっぱり神様に、神様重要だ。これはショックでかいな。もうこれこのプレイで終わったらもう今日の配信終了でしょう。これは厳しい。お供えの、お供え場もないし、もうちょっとでもう100ドルぐらいになるのかな。あ、1000ドルぐらいになるのかな。あ、その言ってるそばから来た。さあ900ドルで、あ、ゾンビじゃないですか。久々です。ゾンビは火を、あ、火がない。火がないと火をつけて、ちょっとどっかで火を、ここでは火通れないんだ。こんな煮えたぎって、うわーうわーうわー、あ、こういっぱい火がある。火があるけどそういう火じゃないんだよね。僕が欲しいすんげー、あれ、火燃えてんのに松明はなぜか燃えてくれないっていう。神線でしょ。なんかこれもカオスだな。えい、あ、ここでよし、ここで使うべきだったんですよ。不発不発。この系のやつでやられるのすごい嫌だな。どうやったらこれ回復するんだろう。しかも長い持続時間がいい。できるだけ引き寄せて、えい、今いい戦い方したんじゃないですか。比較的にはこのネズミはもういつ、これもこの真ん中のこれとか何に使うんだろう。壊れるものでもないし、うわー、もういいから早く、不発。落ちちゃうもんな。とうとう実況、とうとう実況に手を染めてしまいました。禁断のゲーム実況。いや、とりあえず実験です。皆さんが見ていただけるんなら継続したい。全然アイテムとか成長していかないんだけど、序盤厳しすぎやしないかな。このポーションどうしたらいいの。なんか溜まってく一方だけど、いらないんですけど。何に使うんでしょう。誰か教えて、誰か調べて。これはある意味オンライン上の協力プレイです。じゃあ今青いから薄青、
飲んでみる。燃えたし、地獄のポーションだって。今のところポーションで得した確率ゼロ。敵に投げつけんのか。あ、そうか、魔法瓶、魔法の魔法瓶的なイメージ。どうやって投げつけんの。あ、装備して、飲んじゃった あ、すごい、初めて。これいい、これ透明、これ最強じゃないですか。これめっちゃいい。おお、すごい、これ超強い。透明化されてるから全然敵には見えずに。そして神様に1000いきますよ。1000。1000いけます。1150、全財産を神様に。えい、きた。ライフプラス1されました。これはでかい。ここでのライフプラス1はだいぶでかい。さあ、それで火がつけられないっすよ。ゾンビを倒すには火をつけた状態で倒さないといけないんだけど、火がね、あ、ここにあった。これで、あ、いったこれでようやく、えい。ゾンビ自体弱いんだけど、火がないと復活してきちゃうから、そろそろこのマップも見えてきてる気がするけど、鍵出てこないな。こっちの、あ、やべ、無駄な、無駄に。どっち、こっち。だって鍵ないからいけないんすよ。あ、こっち行けた。あ、1個あったんだ。あ、そう、今うまかったでしょ。これ今うまかったんじゃないですか、この戦い。自画自賛系。お見事、ありがとうございます。これでまだ上があるのね。うわ、なんだこいつ、いきなり盲目にされた。うわ、やばい、すげえ。なんか魔女みたいな。やばい、こいつなんかめっちゃ強い。一発食らうといきなり盲目になる。ちょっとここら辺で狙い撃ちしたい。えい、よし、今当てたでしょ。危ね。ポーションのね、投げ方が分かんないっすよ。ドロップすることはできるんだけど、ポーションを投げられない。
まだいるあいつ。それともこいつだけ？ああまだいるじゃん。あれあいつはダメだ。ああもうなんか回復系が切れた。来たよ来たよ。この動きを読んで。よし。今自らのピザののあんなに強かったの。ピザでは何でケントさんが実況したらゲームセッター CX になるんだろう。ケンツさん実況やるかな。ゲーミング PC 買ったらやりそう。さーて、で鍵はゲットしたんだよね。でここ行って、お、なんかもう、おお、なんか、うわー、なんかすげえの、やばい。やばいのいたでしょ、今。見た。見ました、今、なんか。うわ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 。肝はなんかくっついてるし。キモいのいた。さあ、皆さん、ここが、我々の協力のしどころです。何をすればいいでしょう。透明には何でなれるの？透明はどの薬でしょうか？どの薬でしたっけ？透明。透明薬は？どれ？人間には最初に投げて使うのだと一回やればいけない。古いのもの万能薬、ダメージは真逆なの。敵からの攻撃は体力を回復させるが、敵への攻撃はダメージなの。へえ。あ、吸血鬼のやつってそういうやつだったの。じゃあ吸血鬼のポーションを飲んでダメージを受ける。マジか。あ、赤透明。さすが皆さん詳しい。きた。透明になって、あれ、なんかさっきのあいつすでに死んでるんですけど。なんか勝手に自爆してたんですけど。いないし、何だったんだ。おお、かっこいい。なんかブル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 音がしてるのはすごい気になるんですけど。おお、クリア。 C、 ここブル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 、どっかで言ってんだけど、あれか、体力がないよっていう音か。さあ、じゃあ何これ、吸血鬼になって、吸血鬼になってここの穴に落ちたら体力回復するということですよね。やってみますか。吸血鬼になって合ってる本当に。おお、回復した。すっげえ回復した。すごい。フル回復した。すごいすごい。吸血鬼ポーション最強き
そろそろなんか強くなりたいな。うん、ポーションでもね、吸血鬼ポーション逆に攻撃したら自分の体力が出るし、早いんだよね足が。これね出しが難しいんですよ、 LR 同乗士が。吸血ポーションはなんかさっきの使い方がベストな気がする。やばいやばい、分かってたのにモーションが止められなかった。さあそろそろアーマーが、おいていていて、さっき下行ってたよ、こっちで。おっ、また神様が、神様に950なんですけど、おおやばい、来た、よし、硬い。神様に950で、950で献金するべきかどうか皆さんの判断やいかに。今950ドルです。過去1000ドル以下の、献金で神様が機嫌を良かったことはありませんが、ガト君あと50やっぱり稼ぎますか。じゃあそうする、言ってるそばから50。あーまたあの強い人、これは厳しい。あーやばいやばい、しかも毒ガス、これは結構なピンチな気がしますね。ポイントは透明、透明で起こる。あ、なにこれ、透明強、透明人間最強。あ、お腹ね、だからなんかどんどん体力が減っていくのおかしいなと思ってたら、すっかり忘れてました、お腹のこと。ありがとうございます。さあ1000になったんで、1000でご機嫌損ねることないでしょう。さあ行きますよ、ゴッドへの献上。1000ドルで、1000ドルジャスト行きます。えい、ひどい、1000ドルが無駄になった。神のご機嫌を得られなかった、1000ドルでは。ひどくないですか、どんな神だよ、鬼だな。
ああ、ここでもう一個取れたかったかもしれない。ここ壊すにはファイヤーの武器が必要。ファイヤーの武器とか未だに持ってないんですけど。これってもしかして地味にこの緑でダメージ受ける？これ何？この緑は。その床やばい。この床やばかった。どうしよう。とりあえず吸血鬼と緑って何なんだろう。地獄は何だっけ。なんかそれに対応できる属性があるのかな。そろそろエンチャントしたいけど、ファイヤー属性の武器とかそろそろ作らないとやばい気がする。ない。全然ダメだ。緑のポーションを飲んでみる。さて。毒ですよ、毒。やばいやばい、死ぬじゃん。やばいやばいやばい。この状態で。ひどい。この状態でいけんのかな。これでどう。でこのほらほら毒でひたすら体力が回復するというこの紙パターン。あ、やばいやばいやばい、もう切れてた。そろそろあれじゃないですか。レベルも上がんなくなってきたし、これきついな。弓矢ばっか手に入るけど全然、あ、なんかゴール出ちゃったけど、行っちゃっていいもの。なんか全然上の方を開拓してないけど、マグマの方が良かったっすね。本気でエンチャントしたいな。これは下に行くべきでしょうか、それともまだ回復すべき、開拓すべきでしょうか。だってほらここ通らなきゃいけないから。食料もないしな。結構自利品な気がするんだよ。すごい感じ。
れだけだったの。あ、まだまだこっちはしょぼかったな。だいぶ崖にはなれたけど、危ない危ない。さあここね、あ、ここが開けられないんですよ。だからファイヤーがないと。投げると燃えてしょ、この人間投げて使うって言ってるな。これはどうやってさっきから投げるっていう投げ方が分かんないんだよな。ポーションをどうやって投げるの。手には持ってんだけど、これを投げ、ん？ Y って剣に、 Y って剣につく、きつく。お、すごい、みんななんで、こっちじゃない、こっち、ダメですね。あ、松明ってことか。おお、賢い、すごい、やばいやばい。なんだ、松明でよかったんだ。単純な話だったとは。弓がね、全然ていうか弓のあれがないんですよ、元の餓死寸前。スペシャルムーブとマナーのチャージが下がる。フードを食べて、そうそうそうなんだけども、フードこれしか持ってないから、やばいな。弓の矢は死ぬほど持ってんだけど、腹減ってんな、だいぶ。そしてまたあそこを通らなければいけないこの地獄。やばい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 。6。あ、なんか結構まだアイテムとか取り残し、取りそびれてた。相当アイテム取りそびれてた、取り逃してた。さあ、また弓矢ばっか手に入るんだけど、全然いいだろう。 G 来たよ。そろそろ、全然ダメですけど、全然マジか、全然全然ダメだけど。あれ、しかもこいつのあのあれって消えるんですかね。エンチャントって消えるんだ。あ、違うか、これで、ん、あのあれがなくなってる気がする。
エンチャントの能力が。ここでは光ってるけど。H なんかつかないですか。しかし空腹と体力がやばいっすね。だいぶなんかチリヒンな気がしてきた。あの肉とかいっぱい出てこないかな。なんかあいつじゃないですか。ほらんか。強いな。強い強い。このコンボ最強。定期的にゲームの名前を聞かれるか、ゲームの名前を設定したいんだけど、 YouTube の設定できないっていう、まあ、ちょっとやり方が分かってない。いや、出てこないし、ゲームやん。
いしょ。こんなんで骸骨。そうそう、僕もね最初やってた時は1回目のプレイの時はすぐユミヤのレシピ出てたんですよ。だけど今回のこのプレイでは一向に出てこない。なんかもうあれがランダム性で負けてんのかもしれない。これはまたなんか迷路的な。あ、お腹が。これは相当やばい。食料ないっすよね。あった、魚があった。ギリ。すごいこのギリギリのギリギリの生活か。これいけないのね。これどこに。どっか行き着く先あんのかな。ここにも行けないけど、なんか行ったところでいいことがあるんだろうか。あ、一応ドアがあった。まさかのそのレシピ。なるほど、ゲームタイトルを載せるっていうのは確かにいいアイデアですね。それ一瞬思ったんだけど、次回からそれやりましょう。これは作れるでしょう。こいつにエンチャントで、こいつにエンチャントで、来た感電か。完全またあれと違うからやっといていいのかな。来た、乗り気の D 来ました。来た、かっこいい。おお、かっこいい。なんかあんま強そうではない。タイトルをちゃんと載せておきます、画面に。あー、またあいつね、この人。違う、なんだこいつ。なんだこの音攻撃。これ何なんだろう。あれ、
れ武器がなんだこいつマジか。あ、よかった、回収できた。あの人、あの笛吹く人、どんどん武器をあれ妊婦なのね。怖いわ。油断も隙もありません。あ、レベル上げるの忘れてた。さあ、これはどれにするべき。投げたシールドのダメージが2倍になる。弓もだってこれいらないっしょ。こっちかな。ただ空腹、ただただ空腹、空腹。黄色試してみる。あ、活力ポーションだって。活力が出たけど、さすがに空腹は回復できないけど、なんか活力があるし。空腹、バイ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 。降りちゃう？もう早くなった。それが活力効果。活力効果が出てます。うわ、すっげえ。よし、そろそろ本格的にやばいな。えい、死んだら今日は休憩疲れてきた、キリがない。しかし何も出ないじゃないですか。気が悪すぎる気がする。普通もう弓とかもっと最初の時点でレシピが。お、来た魚。
ないか。すごい皆さんの把握っぷりが僕よりゲームをきちんと把握していただいているのがすごいありがたいんだけど。うわあ。出た自爆系。守るって言うんでしょ。よかった。ここでの。1100ありますけど、神様にお願いするべきだと思いますか。1100あります。1100で行くべき。さあやるべきかやらざるべきか。いきまーす。えい。ひどい。ひどい。そうか、もう1個の状態。わ、なんだこれは。これは何ですか。渡れる気がしない。あっ。まさかの、そしてここで、あ、でも肉がある。これは最悪の展開ですね。すげえ一気無駄にした。ショックでかすぎるし。ショックでかすぎるし、ここが渡れる気がしない。これいけると思います。何個くらいあるか。1、2、3、5、5個くらいあるでしょ。1、2、3、4、このくらいあるよね。この幅くらいあるから、2段でいけんのかな。ギリいけそうだな。あ、ブーメラン、これか。あ、そういうこと。ああ、ナイスアドバイスです。危うく自暴自棄で飛んでいくところだった。そういうことか。また取られたし。あいつタチ悪いな。めっちゃタチ悪いこいつ。タチ悪い。いや、ない、これやばいでしょ。あ、来た。ついに。
ついに弓来たけど、なぜか作れない。なぜ作れない。いや、これは来たけど、やばいし、吸血。使いたくなったんだけど、なんかすごい暗いし、なんなの状態なんですけど、これ結構H、あ、やっぱ。なんか弓が作れなかったのは、これなんで作れないんだろう。 E がないんだ。まだ E がないんだ。こんだけ貯めててもないものがあったのか。吸血鬼来た。武器回収したいんですけど、いける気がしないんですよね。暗いっていう、激しく暗い。またL 来た？ L 何？うん、ちゃんといける？いや、いけないでしょ。いけないんすよ、いけない。やべ、なんか間違えて飲んじゃった。暗いのなんとかしたいんだけど、暗いのなんとかなんないのかな。透明でやっぱり無駄透明してる。あ、いて回収？
回収した？回収したからこれでエンチャントできると。お、これか。これ？回収したけどこれポイズンダブルなのかな。単にポイズンになってる。あ、でもこれ持ってると、いやー、まじ。これ持ってるとポイズンいかないんだ。あ、いやいやいや、あるし。いや、いや、吸血鬼飲んでんのに。あ、透明？あれ、俺吸血、もう限界かな。あいつマジひどいな。盗みすぎでしょ。松明、無理ゲーすぎる、本当。弾けた。辛かった。いやー、まさかの最後もう自利品だった。何もできずに終了してしまいました。いやー、これはなんかなんか手の打ちどころ、手の施しようがない感じで死んでしまったな。いやー、お疲れ様でした。これはスラックにこのゲームの進捗書かないとですね、本当に。いやー、厳しかった。
とりあえずまあ第1回目のゲーム実況としてはどうでしたかね。あのとりあえず反省点としてはゲームのタイトルを、画面に書いておくっていうのと、あとなんだろう、音量とかそこら辺のバランスはなんか比較的良さそうだったんで、あとは違うゲームどのゲームがいいとかリクエストがあればぜひ教えていただければと思います。クオリティとかはね結構良かった、画質とかは良かったんじゃないかなと思うんで、また引き続き、面白いゲーム見つけたらやってみたいなと思うんで、メインチャンネルの方もよろしくお願いします。ということで一旦切ります。お疲れ様でした。画質最高だった。